Thank you.
ゾーストサウンドをお楽しみいただきたいと思います。さて、先代流星が好評になり、マツダのエンジンをアメリカやヨーロッパのプライベートチームが購入し、マシンを仕立てることが流行したんです。エンジンはプライベーターにとって1年間使用しても壊れることなく、パワフルで魅力的な夢のあるエンジンだったんです。さあ、そのロータリーのサウンドを皆さんお聴きください。今、伝説のルマンで優勝を飾り表彰台を獲得したそのグループ C のマシンが帰ってまいります。もう一度心ゆくまで皆さん、そのサウンドと優勝を目に焼き付けてください。
拍手を届けます。コーラを立ち上がりメインストレートで今新カーグラックが振られました。10年の開幕戦に向けて鋭意開発作業が続いていきます。ライバルはホンダ NSX-GT、 そして日産 GTR-GT500、 そのライバルたちとともに2020年を大いに盛り上げてくれる GR スープラ GT、 どうぞ皆さんご期待ください。富士スピードウェイに爆音を轟かしているのは2018年アメリカラスカードパラックシリーズで日本人のチームオーナーとして初めてシリーズチャンピオンとなった服部千明代表が率いる服部スピード規定により各国の使用や寸法が細かく制限されています。 GR スープラは2018年、さあ果たしてなかなか今皆さんが聞きなかなか聞きそうですね、慣れてない V8、 そのナスカーサウンドをお楽しみいただけますでしょうか。脇坂さんお願いします。ほぼノンカーブで24時間を走り切り、総合43位 SB8T